グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。イングランド代表に、1デンマーク代表ユーロ2020、準決勝。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで。いつ、もどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、UEFA、ロ2020、欧州選手権、準決勝。 イングランド代表、デンマーク代表が現地時間7日に、ウェンブリ、スタジアム、イングランドで行われた。この合わせでは、今大会において、評価を上昇させてい若き MF がとんでもないゴールを叩き込んでいい。グループリーグ初戦で、司令塔クリスティア、エリクセンが、突然ピッチに倒れ込むとい、ショッキングな出来事を経験しながら、一致、決死ここまでたどり着いたデンマーク代表。 不意なる進出を目指し臨んだ。準決勝では立ち、狩り、イングランド代表に押し込まれたが、徐々、ペースを盛り返していった。すると、30分に先制、る。決めたのは、今大会で、サプライズ的な活躍、見せている21歳のミッケル・ダムス・ゴーアだ、った。ペナルティーエリア手前左の位置で振り、キックを得ると、右足で放ったシュートは立て、転しながら、鋭く落ち、 ゴールネットに吸い込み、れた。GK 上段ピックフォードはわずか、触るも弾き出せず、まさに、目の覚めるような、劇だった。大会公式サイトによると、意外な子、に、今大会において、直接 FK から点が生まれたの、これが、初のことだったという。また、ダムスゴアはユーロ1大会において2得点以上を記録、だ、史上4人目のデンマーク人選手になってい、なお、 イングランド代表にとっては、これが今、回の初失点。ユーロにおいて喫した過去4失点。うち、実に2点が、直接 FK によるものである、2020年大会、無ゴーは、2016年大会がレスベール。しかし、若 MF の芸術的ゴールで先制したデンマーク代表、だが、オーンゴールを献上して、前半のうち、同点に。そして1、1で迎えた。 延長前半、PK を与えて、毎、一度は、GK カスパーシュマイケルが聖、鶴るもこぼれ玉を、ハリー・ケインに押し込め、れた。その後、デンマーク代表は追いつけず、1、2、ベスト4敗退ということになった。それでも、デ、マーク代表の躍進は、大きな賞賛に値するだ。う、エリクセンが、不在となり、 グループリーグに負けスタートながらベスト4に進出したのは身というたない。また、圧巻の FK を沈めた21歳、ダムス、アにとっても、今大会は充実したものとなったはず。新シーズンは、多くのクラブから注目、浴びるだろう。次ページ、動画、デンマーク代表 MF、夜、とんでもないゴールはこれ。